やば。今ダルル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 ってさ、そのおかしくなっちゃった。これ大丈夫？怖いな。ダルルって赤い光線みたいなのがドゥ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 みたいなさ、液晶がぶっ壊れたのかな。なんか俺乗せてたっけな。なんか俺悪いことした？まあ、してんだろうね、悪いこと。してないしね。普通に故障だよ。そういうドクターストーン見てからそういう呪いとか、あ、なんか因果応報かなみたいに思うのやめた。原因はあるんでしょうけど、まあ、簡単ですからね、呪いだなんていうのはね。めっちゃ怖かった。またなるんだろうな。またなったらスマホでやろう。うん。怖いから、そんなん、ダルルってなんかもう、すごい光線出てきて。何がいけないんだ。ちょっと、iTunes 一回消して。あ、わかった。耳かきだ。ASMR ってすごいんですよ、ステレオで音が。複雑っていうか、普通よりはさ、まあ、音がなんか重いんじゃないのかな、音声のデータが。すごい高音質でやるじゃん、あの人たち。それのせいで、なんかすごいデータが重くなって今、ブーってなっちゃったんだと思う。ブーってなると多分カメラもブーってなんかフリーズしちゃうと思うから。それで、はい。うん。あとなんだろうな。すごいよね。もう YouTube が本格化に終わってきて、まあラファエルさんのね、あ、ラファエルさんもう終わっちゃ、あー、日本語がないのか。ラファエルさん大体、まあ、3年前くらいに、もう3、4年前にね、もう YouTube は5から10年で終わるって言ってたら、もう終わりそうだね。規制が厳しくなりすぎて。ほぼ終わってると言ってもいいしね、規制は厳しいから。まあでもそんな、過激なことを しなきゃいいって。あと普通に、トモキン炎上しましたね。嘘のネタツイッターでバズりたくてさ。普通にトモキンはね、なんかヒカルさんのことヒカルとか言ってるのを見て、うんって思っちゃうね。いや、ヒカルさんとは言わなくてもいいけどね。俺はもう好きじゃないから、ヒカルさんのことを。でもヒカルっていうのは、うんってならない。その世論になんかさ、ヒカルエセーみたいな言ってたからさ、エトピー柴田、それはね、すごいよな、アトピーいじりって。意味がわからないけどね。意味がわからないで怒らせようとしてるんだろうけど。まあね。まあ、そういう芸ですから。でも、柴田さん、なんで90万人もチャンネル登録者いるんだろうね。なんか。不可解だよね。まあ、見る人はいるってことだよ。でも、頼人さんはなんかさ、言ってたじゃん。炎上したけど、まあ女性差別で、まあまあ、普通に復活してやってたけど。なんかその、差別するにしてもさ、なんかもう、その根拠のない差別じゃん。まあ差別そのものがしていいわけじゃないけどさ。何のデータにも基づいてない 100% 差別なわけじゃん。うん。それを、それやってんのやばいなって思ったね、普通に。ただ不快なだけだからさ。でもなんか、黒人に敏感すぎじゃないか、白人は。なんか、お前らが差別してんだろっていうのに、なんで俺に言われなきゃいけないんだよって。俺たち差別してない側だからな。何って思わない、それ。いや、お前らがめちゃくちゃ差別してて、そういうのしちゃダメだよってなってんのに、なんでそれ押し付けんのってならない。しちゃいけないのは分かるけどさ。でもやっぱり偏見はありますからね。黒人がいて背がでかかったらやばいなと思って、もしなんかあってぶん殴られたら普通に死ぬな一発でとか思いますけどね。街中でブーンでも死んじゃいますよ。もうブーンでもこれ死んじゃうんで、僕は絶対強いじゃん普通に。黒人差別、お前らがいけない、 なんであんなに怒られなきゃいけないんだろうな。黒人差別で悪いのかな。なんか黒人だけに限ったことじゃないだろ、差別は。頭悪いんだろうね、みんな。一つのことしかさ集中できないっていうか、まあ、それも普通なのかもしれんけどさ。
ね、LGBT 批判とかさ、うるさいよな、それで。なんかもう全部うるさい。 LGBT 専用トイレみたいなの作ったら逆になんかね、いや、嫌ですよって、当事者は嫌になってて、他の何でもないやつらが LGBT に行ってみたいな批判が言って、でも LGBT の人はそんな頼んでませんよっていうなんか構図みたいなの見てくと、まあ、Twitter ってすごいキモいからな。なんやってないことで怒られるんですよ、 Twitter って。いきなり説教されるんですよ。ちょっとあれだ、まる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 って言って、俺に言ってるわけじゃないんですけど、でもやばくない、やってないことでめちゃくちゃ怒られるって。クソみたい なんか風俗嬢にさ、いきなり怒られんだよ俺。やだなって思っちゃう。フェミとかさ、何もやってないのに怒られるから、そういうやつが悪いんじゃん。なんか俺まで一括りにされて怒られるのやだなってなっちゃう。俺悪いことしないからさ、ただ引きこもってるだけなのに。だからツイッターは絶対やっちゃいけないからね、あんなクソみたい なんかやってるやつがゴミが多いからさ。うん、まあね、まあツイッターはやばいよって、まあやらない方がいいよあれは。全部クソだから、クソの塊だからさ。人の悪い部分の見せ合いっこみたいな、なんかそういうのがありますよね本当に。だからあれは見ない方がいい。まあ絵師とかもね、いやツイッターの意味のあるのってやっぱさ、可愛い絵描く人たちじゃん。可愛い絵っていうね、そういうの含みますけど、そういうすごい絵を描く人たちだったのに規制されてるっていうね。いや、ツイッターの需要そこしかねえから。あとなんかおすすめの映画教えてもらうためにしかツイッターないのに、何してんのってならない。で、最終的に残ってるのは政治批判のやべえジジイとババアだけでしょ。その外からさ傍観すれば面白いけど、やばいもんな、政治についてすごい言ってる人って。何が正しいんだか分かんないからな、もう。政治やばいよな。あんま関わんない方がいいよね、そういう人たちと。本当にやばい人しかいない。あと車もなんかよく分かんないんだよね。なんか丸々してないやつは丸々丸々に来るなみたいな、こっちは本気でやってんだよみたいな人がいて、そう、怒るなって。いきなり俺怒られたもん。またはそうやって怒られる。だから嫌だなって思って、急に怒るじゃん。俺は全然分かんないから、そういう人たちさ、何で怒ってんのか分かんないからさ、嫌だなって思うじゃん。なんかだからそういう人たちもやばいんだろうなって思うし、なんか、まあ、人間大体クソだからな。クソがいるおかげで、そんなね、大多数のクソのおかげですごい人が目立つんだよ、うん、で、ひがんでるのやつのおかげでそのすごい人がさらに目立つ。いいんだなってことが分かる、そういう世界です。さっきの動画撮れてるかな、まあ、撮れてなかったら嫌だな。まあ、YouTuber ニュース見ていろいろ言っていきましょうと。まあ、これやばいよね、このなんだろう、背景にある YouTube の規約規定、これすごすぎじゃないか。アンチコメントをしただけで公開コメント、だからもうコメント封鎖しなきゃいけないってことでしょ。もうコメント最初から封鎖してやらなきゃいけないってことでしょ。やばくないかそれ。この動画にはコメントできません状態で、なんか過激な規約すぎないか。だってコメントなんてどうでもいいじゃん。だコメントも、まあね、確かにコメントやっていいことないもんな、確かに。つまんないコメントで、面白いコメントする人なんていなくないか。まあね、俺目線から言ったら面白いコメントするやつ一人もいないんですけど、まあみんなにとって面白いコメントする人はいるでしょうけど、まあコメント機能はいらないんだろうな。誹謗中傷にしか座れないからな。キモくてつまんないですから、コメント来た。急になんか、俺の動画に行く行くって送ってきたやつがいた。いや、超つまんなって思って、なんか、そういうのに俺はなんかもう積極的をディスっていきたいけど、そういう人をディスりすぎたせいで、前の視聴者がそういう人しかいなかったんで、普通にも視聴者がいないっていう、怒りすぎちゃって。かゆい頭。フケがすごいな。坊主にしようかな、フケ対策のために。行く
行くってコメントしてる人がいいんだよ。めちゃくそつまんないよこいつ。10時間前に2個コメントしてる。あ、めっちゃコメントしてる。最悪だこいつ。最悪につまんねえな。ほんとに。行く行きすぎん、あー行きすぎん、あー、あー、1個しかないですよ、それは。行きすぎん、あーはね。行く行く行くですね。ゴミです、こいつは。ほんとに。でもこういう動画あんまやっちゃダメじゃん。こいつはゴミですとか言っちゃさ。まあ、言ったらしいです。それだけですね。そういう報告をしに来てくれた人みたいです。行く行く行く。難しいね。それどういう面白い言い方ができるのか分かんないね。あっち向きてな。あんま見せれないな。フォートナイトとディズニーのね、有名企業が YouTube から広告を取り下げるって言って、なんだこうだとか。でもすごくないか。コメント欄の封鎖。あったかくて何なのの、ドダダ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 。まあ怖いよね YouTube、 こういうことしちゃうんだって思っちゃうよね、金のためなら。あと僕が学校が嫌いなメンバーが学校退学する事態にって、まあ見ませんけど、そんなのね。こんなまあなんか、まあこういうやつが今後やっていけるかって言ったらやっていけるわけないと思うんで、まあ過激なものが面白いかっていうより面白いやつがやってる過激が面白いんだよ。そんな、それか面白い過激か、それないよ。面白いという過激と面白い過激を持っているやつがやる過激だ。面白いやつが過激しないと面白くないんだよな。なんか、まあ、禁断ボーイズだってね面白くないから普通に、なんかで、なんかめちゃめちゃ運良くて過激なことしてるやつらよりは考えて動いてたっていうからすごい人気になってたっていう。みんなボーイズ終わっちまったな。でもお金稼げてんだろうな、それ相応に。まあ浩平さんとかもなんかね、もうよくわかんないし、まあ、何がしたいんだかわからないっていうのも、ちょっとそういう批判の仕方はよくわかんないですけど、それわからねえもん、人だから。その人しかわかんないし、それをしっかり伝えないとわかんないでしょ、何がしたいかなんてって俺思ったんで、そういう批判の仕方はなんか違うんじゃないかなと思ってしてないですけど。ポケモントレーナーがこっち来て、こっち来て、こっち来て、こっち、こっち、こっち、うん、今スマブラやってます。金玉いてー、キューってなっちゃう。ぴょーぴょーぴょー、言えないな。ネモース町の嘆き声。あれ声が小さいな今日。お水持ってこようかな。脇かいて。何しようかな。何の水飲もう。そんな種類ないですけど、家水はね。まあ面白い人が結局残るんでね。まあ過激を履き違えるなよってことですからね。人に迷惑をかけるのが過激かって言ったら普通に迷惑をかけてるだけだからね、それは。まあ迷惑あんまかけずに面白いことができるんだったらそれ目指しますし。まあ迷惑かけるなっていうのも嫌なんでね、俺は。
迷惑しかかけないなんて人間は。そういうでかい話になっちゃうけど、生きてる間迷惑かけないことあるか、もう帳消しにするしかなくないか。迷惑絶対かけるから帳消しだ。わ、すごい、オリバーのこのガラスが壊れろ。壊れなかった。死ね、やばい空気食ってやられろ。おい、やばい空気食ってやられろ。やられないのかな、オリバーの。これオリバーの、やめよう、あんまよくわかんない話だしから。鼻が、あ、でかい鼻くそ取れるんで一旦下行きます。首黒、それ普通に多分病気らしいんで。あ、めっちゃ鼻くそ取れる。鼻くそ万歳。来たね。歯磨きもしてないし、風呂も入ってね。金玉キューってするし。キュー。いや、声でかく喋るのいいけど、すぐ口がカラカラになっちゃうからあんま喋れないんだよね。腰もこの体勢で多分立ったらめっちゃ腰がグギンって死ぬと思うな。うん、死にはせんけど。あー、すごい金玉いて。玉金サーズデイ。あ、本当にサーズデイだった今日。いやー、早く動画上げなきゃなって。というか今日2月28日じゃん。あと3日くらいあるノリかと思ったら、そうだ、明日から3月だ。やば、2月の魔法じゃん。シュンシュン、でも2月うざいよな、肉の日がないからさ。そうだった、肉の日がないんだ。やってくれたの、鼻くそほじりはじりや。はい、ありがとうございます。鼻くそほじりはじりや。最悪だ、そんなんドヤ顔で言われても対処に困る。そんな、どういうリアクションでそのね、ムーブっていうか行動を俺は見届ければいいんだよ。鼻くそほじりはじりやで、そんな、なんかすごい面白いと思ってる顔するし、言い方も超自信満々に言うし、でこの地獄ですよ。いや、やっぱ立って喋んのいいわ、ええわ。大きに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 、はい、大きにです。どうも大きにです。違います、しっかりと始まきよしろです。いやー、ほんとね、雑談毎日できたらいいんですけどね、普通になんか漫画見ちゃってる。漫画おもろ。最悪だ、エセ関西弁。漫画おもろ。ぶん殴られるだろうな。でも殴られたら俺の勝ちなんで、手出した方がね、つまんないですな。いや、つまんなすぎて殴られてんだろ、うん、いやー、ほんとにね、鼻が詰まってね、しょうが、しゅうがないね、しゅうがない、しゅうがないって全然言えないな。やめよう。しゅうがない、しゅうがないって流行らせようと思ったけど。しょうがない、しょうがない。ほんとに。しゅうがない。もう嫌だよな、そんな。いちいちすごい、ね、強めに発音してる人。自分の自信の持った単語に。単語というか言葉にさ、しゅうがないっていう人いないじゃん。嫌だね、そんなの。されたら、もう親友にね、目の前でそんなされたら引くよね。間合いから外れるよ、そんな。間合いとか言うなよ、バトル漫画の見すぎだろ、ほんとに。見すぎてないんだよな、全然。いやー、漫画おもれ漫画おもれ。めちゃくちゃ面白いんだよな、漫画。ジャンプもすごいね、いっぱい作品見られるようになったからね、イエーイって感じ、ほんとに。でもみんな休まなすぎだよね。僕のヒーローアカデミアさ、救済もらえるけど、他の人たち休ませてもらえてんの、やばくない？普通にやばいね。救済の時しか休ませてもらえないの、ひどいね。いや、しっかりとして売り上げもらったら見せますんで、はいはいはい、みたいな。あー、でもな、杉並なんとか終わっちゃったよ。いや、もうみんな終わっちゃったよ、杉並なんとか。
めっちゃ面白かったのに、めっちゃ強くなって終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃったー。ドゥディディディー。やめよう、どんだけなんていうの。俺にはどんだけを面白くできるスキルはまだない。もっと面白くなってからどんだけって言おう。どんだけ、え、どんだけ、こんだけ、はぁ、あ、面白くないな。まだまだだ。鍛錬を積もう。面白に鍛錬なんかあったらみんなやってるよな。いやー、金玉キュウキュウしてる。どうしよう、金玉キュウキュウしてるって連呼してる。やっぱさすがに、もし広告収益が入ったらさ、やばいかな。いやー、でも夢見たんすよ。チャンネル登録者がなんか一夜にして19万人になって夢見てね。見たんだけど、なんか一番上の動画がなんかあの大将さんの天才動画だった。で、その動画2つでなんか160万再生くらいいってて、えーってなっちゃった。それで全然収益もらえないって。なんか40万円もらえるはずだった収益がまあ9万円くらいだったみたいな、そういうなんかねお話です。で、泣く泣く非公開するっていう、よくわかんない夢見ました。でも19万人って微妙ですよね。まあ、そうやってコツコツやっていくんでしょうけど、まあ、200人って意外にいるんですけどさ、潜伏しすぎじゃないかみんな。なあ、俺の動画何人隠れてんだよ。隠密行動してんの。誰一人として顔を出さないよ。コメントしてくれる人が好きな動画出してくれてないのがいけないんだろうな。本当に、まあまあ自分の好きなことやりますけど、それがいけないんですけどね。やっぱ視聴者の求めるものを出していかないといけないけど、だから視聴者の求めるものなんだって言っても、みんな視聴者の求めるものをさ、言うほど俺に熱量あるじゃん。こういうものを求めてますって言うほど熱量はなくて、だから俺がそれをなんか超能力か何かで分からなきゃいけないし、なんかデータを分析して、あ、みんなこれ見て、あ、めちゃくちゃ金玉痛い。どうしよう。キューって来ちゃう、金玉が。やば。金玉たまたま病だ。やばいな、金玉めっちゃ痛い。嫌だな、粘点とかになるの。嫌じゃん。痛い痛い痛い、金玉痛いってなってさ。金玉痛いの嫌だな。金玉痛いからさ、本当に。ずっと寝てたからさ。あー、金玉痛い。痛い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 、金玉。痛い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 、金玉たまたま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 、金玉。ゴールデンブロー、ゴールデンダイモンド、ゴールデン、ゴールデン、金玉、金玉、金玉。ああ、金玉が痛い。金玉、たまたま病でございます。シュンシュン、ああ、耳勧誘。勧誘っていう油絶対あるよね。俺のものにしよっかな。やめとけ、やめとけ。ほんとに。知らないものを自分のものにしようとするな。あ、耳かゆい。耳かゆいってなんか耳掃除してる。耳掃除してるわけじゃないんだよね。耳を傷つけてるらしいんですよね。でも俺はそれでも気持ちいいのでやります。はい。みんな耳掃除のため義務的にやってたのに、それは掃除にならないと知ってみんなやめてってるんですけど、俺は単純に耳かき気持ちいいなって思ってやってるんで。やってまーす。今もなお。水持ってこよう。
入りました。ただいま戻ってきましたよ。平準わくっさ平準って言ったらなんか鼻水の臭さが口にあの分かってしまった汚いやめよ。いやさすがに汚すぎるな。そりゃね、可愛い女の子がさって言ってたまだいいよ、ギャップがあって。おい入りませんでしたティッシュが。取れないってことなんですよね。俺しか聞き取れない。イエーイ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 。キャラ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 気合だを、なんか気合だを作業でやる人じゃん。キャラ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 気合だの作業をする、気合だ熟練の人だ。キャラ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 気合だの作業じゃん。気合だの連作業っていうか、気合だをなりわいとしてる人の、あ、まあ、本気じゃない気合だ、キャラだ。キャラ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 我楽しぬわざのべゆう。適当だな、ほんとなんか適当だし、これをなんかね見返したらすごい、うぅキモってなってね。サブイボが、まあ、サブイボってどこで覚えたかって言いますと、あれで最近の僕のヒーローアカデミーの爆豪くんが言ってました。サブイボって、それで覚えました語彙を漫画で覚えるコーナー。サブイボだぞ、俺使ったことないからな。ありがとう爆豪くん、語彙を増やしてくれて。サブイボが立ったんで自分でね、ありがとう爆豪くん。まだまだガキンチョなんでね、語彙なんてガキンチョですよ、当然ですけど。モーモタロさん、モーモタロさん、ヘモグロビン、グロビン、ヘモグロビン。ああ、そう、ぬぬぬぬぬぬ、ああ、そうですか、ぬぬ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 、ああ、そう、ぬぬ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 、ああ、そうですか。みんな言う優しそうなやつだ、でも心は真っ黒だ。ハッパーハッパッポロビーベッパババババよ、ビッパビッポペッペッパペパパペッポパ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 ッ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 パ、もう普通にさ、面白くなくないか。デデ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 デ。でも一般人じゃない YouTuber もいるんだろうな、なんか。もう普通にジョン・レノさんっていう、あの、演じてる何かを撮ったらもう普通の人だもんな。
かゆかゆうま、まず金玉、金玉、金玉パンチ。これでみんなが笑ってくれたら、ね、世界平和になります。なるんです。これで平和になるんだな。ありがたいことだ。金玉、金玉って連呼したらやっぱダメかな。ダメなのかな、やっぱ金玉って連呼したら。なんだろうな、金玉の正式名称ってなんだろうな。でチンコって言ったらダメだけど、陰茎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 って何。陰茎は違うんじゃないの、わかんない、俺そういうのわかんないから。正式なそういう名前がわからないよ俺は。嫌だな、下ネタで攻めるのは。ちょっと心が痛くなるな。面白くないのに、みんなからの評価だけが落ちていく。剥がれ落ちていく。みんなからの評価が体から。身にまとってたんだね、みんなの評価。うん。で、何かあったらみんなの評価を盾にして、これからも生きていくのか。それはちょっと困りますね。コンソメ、コンソメ、カットプターやめよ。ダダ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 全力でやってる感を出したらいいと思うんだよね。ブーブーベンベンリグニューツ。いやこれは普通に T レックスをバカにしてるな。やめよう、人をバカにする行為で、ね、やめよう、そんなことはしっかりとやめよう。俺はしっかりとやめる。サンチンチューン、アワヌゲノチャチチチャチチチャチチャチチチャチチチャチチャチチチイエーイメッドゥンドゥ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 ドゥ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 Shall we dance? すごい口から泡がめっちゃ出ちゃう。
何をやってるんだろうな、本当に俺は何をやってるんだろうな。しっかりと人生が終わってる人だ。やばいな。みんなで笑ってやってください。たまには笑ってください。たまには笑わしますけどね。いやなんか、ええって笑った時、口の青がクニャって出ちゃったら嫌だなって思って、あまりいい笑顔が出せなかったっていう言い訳です。しっかりとした言い訳。なんかいいヘリクツと悪いヘリクツはあるよねっていう話でさね。俺も大人になってもしっかりと鼻くそのできるような人間になろう。鼻くそをほじる、鼻くそほじるじゃないんだけど、鼻くそをほじるって言い方になっちゃった。俺も本当は鼻をほじってるのにな。でも鼻はほじってないんだよ。鼻の穴をほじってるんですよ。鼻の穴の右の鼻の穴をほじってるんです僕は。鼻をほじったらここをほじってることになる。でも OK になってしまいますので、だから鼻はほじってないんです。まあ鼻もほじってるんですけど、まあ鼻もほじってますよ。でもね、鼻くそほじってるって言えば、鼻くそに当たれば俺は鼻くそをほじってることになるんですよ。鼻をほじってるのを経由して、経由っていうか鼻くそをほじる過程が、俺はまあね、まあまず生きてみますよ。生きてみたら、え、じゃあ鼻くそほじろうかってなったら、まあ結果が鼻くそほじることなんですよ。うん、まあ結果っていうのは、そう、まあ、これも鼻くそほじるのは過程なんですけどね。まあ最終的に鼻から鼻くそ出して、鼻の通りを良くしようっていうのがね、俺の、なんだろう、目標なので。まあ、それが目標でね、鼻くそをほじるのは結果ではなくて、で、鼻くそをほじるためには、鼻をほじらなければいけないんです。鼻をほじるためには、生きなければならないんですね。あと、五体満足。これは不謹慎だけど、普通に指がなきゃダメだよね。うん。そういうのも大事なんで、笑っちゃダメだよ。真面目いこう。ほんと、バカにしてると思われるよね。うん、バカにしないんですけどね。めちゃくちゃ怒るじゃん。めちゃくちゃ怒る人になっちゃった。ふざけてるのに。笑ってくれなくなっちゃう、みんなが。俺が怒っちゃうせいで。やめよう。みんなが、みんなに笑ってほしいから怒るのやめよう。うんこめーん。ダメだな、こんなことしちゃう。本当に終わっちまうよ、俺は。終わっちまうぜ、ベイビー。らしいです。おれ。スマブラ楽しい。一方的にコンピューターをぶん殴り続けるの楽しい。虐殺、虐力。虐殺って言ったら普通になんか引っかかりそうだな。はい、あなた虐殺って言ったらね、普通にダメです、危ない言葉なのでって、ね、言われちゃうんでね、普通に。あー、屁出そう、屁が出そうだ。おならをしちゃおうかな。あざっす、いいね、しっかりと音が鳴った。音が鳴らない屁は屁じゃないらしいですけど、なんでおならとしては成立したと。音が鳴らないおならは屁らしいんでね。普通に適度に臭いな、なんか微妙な匂いだな。あ、鼻くそが取れる。一回しゃがむ。あ、止めよう、金玉が痛くなる、しゃがんだら。もし俺がさ、鼻くそほじってる時の映像が出たらちょっと嫌だな。まあでもいいか、俺にはもう何もないし。すごい鼻の感じでほじってるんです。俺ちょっとふざけてるんです、それは。でもまあふざけがその習慣になってしまって、ふざけてはないんですよ、もう僕の中では。でも笑ってくれたら俺はふざけてるって思う、ね、うんってニコってします、ほじり終えたら。まあこの鼻のすすり音もいけないんでしょうね、不快なんでしょ。あ、やば、音がえぐい、えぐい音がする。こんなんみんな聞いたら、ファンが、ファンなんていないけどさ、俺に、視聴者がうーって感じ。またを書く音だよ。最悪じゃん。最悪すぎるな。下品にも程がある。上品に生きていきましょう。上品に生きていこう。うん。俺は、なんか、まるまるでやっていこうって言うじゃん。ああいう、そういう明るい人たちはさ。表沙汰に、表舞台に、表の人たちはさ。表の、俺、陽キャとか陰キャとか気持ち悪いんだよ、あんな言葉。使いたくないんだよね。陽キャラとか陰キャラとか気持ちいいじゃないですか。だから俺は表人と裏人って呼んでいこう。裏人。表の人たちと裏の人たちって言うよね。うん。そういうことで呼んでいこう。本当に。キモいじゃん。陰キャ、陽キャ、セックス経験者とか。セックス経験者って何？キモすぎじゃない？そんな言葉作ったやつ。本当になんだろうな。すごい罰を与えてほしいよね。そんな言葉を使って、そんな言葉を広めたやつもだぞ。本当に。そんな
キモい奴らがキモい奴言葉使ってキモいノリでキモいうちわノリしてキモ地獄じゃん。なんで俺は現世という地獄の中でさらに地獄を体験しなきゃいけないんだよ。怖っ。何十層の地獄、本当に何個の地獄ありすぎだろ。もう生きることだけで地獄だからって言っても俺は楽しいんですけど、押し付けないでほしいなと思って。まあ辛いことはいつか来ますよ。嫌だなって思います。来ないでほしいなって。誰かにも肩代わりしてほしくはないですけど、だってそんな俺が楽しい間誰かが辛いことしてるからいっかじゃ済まないじゃないですか普通に。誰かが俺の代わりに辛いことやってんのかって楽しめないじゃんそんなの。あ、もう辛いこと来ないで本当に。本当来ないでほしいな辛いこと。嫌だもんな辛いのは。って言ってもいつか俺の腰が爆発するからそれまでに痩せなければって言って、あ、痩せりゃよかったっていう辛さを体験するんだろうな。でも痩せれないからな、どうしよう。どうせ後悔はするんだよ痩せなきゃ。でも痩せるの難しすぎなんだよな。俺はなんかデブいじりっていうのはね、まあまあ面白い人にデブをいじられるんだったらいいですけど、まあデブでいじって面白くなることなくないですか。いや面白かったら俺いいですけど、まあ面白かったら人殺していいのかって言ったらそんなわけないんで、ダメだよって言いながらめちゃくちゃ面白かったらちょっとね陰で笑うかもしれないけどね。うん、面白いんだもん。でも絶対そんなことやっちゃいけないし、今回面白くできたことが奇跡だし、というか人の命を奪うエンターテインメントなんてなんか一度もやるなよってなっちゃいますから、やめてほしいです。だって自分が標的だったら嫌すぎないかそんなのね。イエーイめっちゃ、イエーイめっちゃっていうお茶、絶対ツイッターの人誰か言ってるよな、イエーイめっちゃっていうお茶、美味しいのかな、絶対美味しくないな。おら痛いかここにやろう、死ねロボット。ダメだよ、死んじゃダメだ、吹っ飛ばす。 200% って吹っ飛び率が3倍ってことなんかな普通の。そんなわけない、おらこれの3倍なわけないもんな、おらひぇアグゼンボンズのゲルブームラストムネンベ。セピアさんのあれ何、怖くない、あんなとさ急にあんな英語喋り始めちゃってめっちゃ怖い人じゃん。エグザプリネスンワーツのゲルエグザブームラストムネンベって言ってさ、怖い怖いよそんなんやられたら急に。なんであれ喋るんだろうな、怖い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 。エグザプリネスンスウィーツのゲルイエーイエーグラスグラスみたいな。いいなあれめっちゃ面白いな。めちゃくちゃ面白いな、そんないきなりペラペラな英語話すってギャグいいな。めっちゃいい、めちゃくちゃいいな。強い芸を持ってらっしゃる。いいね。あ、くせえ、体くせえ、ここが臭いんですよ、デブだから。なんか首太病っていう病気っていうか、俺適当に言ってるだけですけど、適当に言ってるだけなんですけど、まあ、首が太いのもなんか原因病気らしくて、でその首太病で皮ブニュブニュ病があって、クッてここがもう密閉されて匂いがやるんですね。脇も臭いし、脇なんか右脇だけ異常に臭いんですよ。ただデブの脇が、こっちがただのデブの脇がなんですよ。ただでさえ臭あんまりいい匂いはしない無臭なデブの脇がを飼ってしまったデブの脇が、デブの脇草で、こっち普通に多分脇がです。右だけが脇がなんですよ。こっちも普通に臭いんですけど、なんかこっちほどなんかヤバっていう匂いはしないんですよ。何かね、体の悪い汁が脇から出てるんですよ。なんかびっくりするくらい臭い、なんか何かが腐った匂いがするんですよ。右脇は何かのその悪い汁が出ちゃってる、悪汁が。うん、チャンチョ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 ン、ハッ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 ハ
チョンチョチョチョンチョンチョチョ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 ン。金玉今日めっちゃ痛いな。病気じゃん。嫌だ、金玉痛いの嫌だ。金玉の痛みから逃げたい。誰か逃がしてください。俺は逃げるのでよろしくお願いします。じゃあ逃げろ、人の手借りんな、自分で逃げろ。イエーイ、めっちゃホーリーデイ、デデデイ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 デデデデイデデデデイ。インリンオブジョイトイ、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 インリンオブジョイ、インリンオブジョイトイ、インリンの中からインリリリンリリリリン、リリリンリンリリリン、インリンオブジョイトイ、オブジョイトイ、インオブジョイトイ、インリン、インリンオブオブインリン。金玉言いすぎてなんかバンにならないかな。金玉言いすぎてもバンにならない世の中になってほしいな。いや YouTube の規制やばくね。やば規制入ってよね。確かになんかコメントってなんかね、まあ、されたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、コメントなんてものは、なんてものはってバカにしてんのかって話になるけど、コメントってされたらやっぱ嬉しいんでね。でも行く行く行く、うん、あーみたいなコメントされてもみじんも嬉しくはないです。 Google 開こうと思ったら Google 消してたよ、消してないよ。けどそのライトな消し、ライト消し、ライト消してたしてた、軽い軽消ししてた。何言ってんだこいつ、本当に何言ってんだこいつ。しっかりと理解してますけど、理解してるのに何言ってんだこいつって、何言ってんだこいつだよな本当に。うい Hey、ほう、へいへい、落下したからテンションがめっちゃ下がった。最近じゃないですけど、ちょっと前ですけど、前も話したけどね、歯磨きをさ二刀流歯磨きしてもなんかあんま気持ちよくなかった。こうやってやればいいのかな、シャカ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 ポコ。バン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 、ヘイヘイヘイ、ニニニニニ、わー、サムシングマン、サムシングマン、アウ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 。In the of joy toy, in 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 the in the of joy toy, in the in the of joy toy,
チャラチュルチュルンチョン、チャラチュルチュン、チャラチュルチュルチョン、チャラチュルチョン、チャラチュルチュルン、チャラチュルチュルンチョン、リョンリョン、チャラチュルチョン、チュンチュン、チャンチュンチョンチョンチョン、チャチョンチョン、チョンチョンチョン、チャチチャチチチ。海は広いで母さん、だけど無限じゃない。マナティマナティマナマナマナティマナティクリスタルリブルマナティマナティマナ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 マチャルチュルチョンチョンチョルチュルチンチョンチュン。ヘイ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 。ヘイヘイヘイ。ヘイ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 。ヘイ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 。あ、やめよう、レモンは。あ、ケツかいいな。相変わらずお尻がかゆいな。あ、めっちゃお尻痛かった、めっちゃ痛い、あ、お尻痛い、お尻痛い、チクポン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 、ハンセンツツチチンジョン、パンボンポポポポポポポンボンポポポ、あ、金玉めちゃ痛い、金玉痛いのでやめちゃおうかな、一旦やめちゃおう、なんか動画でなんかさっきみたいにね、デリ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 みたいな感じになるのでやめてほしいんで、金玉痛いのでやめようかな。あざした、楽しかったよみんな、終わりじゃないぞ、これは危ないね、やめとくのやめ、楽しかったよみんなって言ってこの動画楽しかったですけど、俺がまたシュンってこの動画を消したら死んでしまうんじゃないかと考えた時怖って思っちゃったので続けます。よかった俺がそんなこと言って続けれてよかった。禁断、禁断ボーイズの面白そうな動画を見よう。あ、でも毎日投稿してんのかなと思ったらそんな毎日投稿しなかった。でもしっかりとお金稼いでるよな、禁断ボーイズ。全盛期ほどじゃないにしろ。お金っていいね、みんな。いや、俺お金あったらいっぱいイヤホン買いたいな。漫画だな、やっぱり漫画だ、漫画だ、危ね。漫画と iPhone、その、あ、iPhone、iPad だな。iPad で漫画用 iPad 買うわ。漫画用 iPad で、その、Apple、そっち用専用の、なんか、Kindle アカウント作って、なんか、そっち専用の Kindle アカウント作る。めんどくさいから、にじいじん、まるまるまるに、まるっていうのめんどくさいんで。だって、Apple Pro、1TB だぞ。いっぱい漫画読めちゃうぞ、Kindle で。あ、そういう生活したいな。 iPhone なんか10台くらい欲しいな。いやもうね、とにかく無駄遣いがしたい俺は。もうね、無駄遣いしまくりたいんで俺は。経済を活性とかそんなのどうでもよくて、うん、ジジイのタンスから金踏んどってみたとかやりたいな。ね、
この世のジジイのタンスに眠ってる金全部使ってみたみたいな、ジジイのために。いや、めっちゃ金持ちになりたいな。なんかもうめちゃくちゃインフレしてくれねえかな。お金の価値は1円でなんかうまい棒10本くらい買えるくらいになってほしい。なのにめっちゃみんなお金稼げるみたいな世界。なんかその力仕事の飛びの人とか、なんか年2億くらい稼いでほしいな、ああいう人たち。もっとみんな稼いでいいんだよな。体使うってさ、めっちゃすごいことだからな、肉体労働なんて。2億くらい稼いでほしいな、年に。めっちゃ稼いでんな、2億って。よくよく考えた。でコンビニ店員でもなんか700万くらい稼いでほしいな。でベーシックインカム50万。あー、いいね、本当にそういう世の中になったら。仕事したくないよ、みんな。仕事好きな人もいるけど、まあ9割仕事したくないでしょ。9割7日の9割っていうか、ほぼみんなしたくなくね。9割以上だと思うよ、仕事したくないなと思ってんの。だってみんな漫画読んでたいじゃん。俺も漫画読んでて喋ってたいな。おしゃべりずっとしてて。うん、でも俺はなんだろうな。俺は分かってないだけなのかもしれない。俺多分カリスマ性ないよな。普通に。カリスマ性ないよね、俺ね。それ嫌だな。俺カリスマ性ないんですよ。でも面白いんですよね。でもカリスマ性ってなんだろうね。いろんなカリスマ性があるからね。ナルセはめちゃくちゃ女にモテたからさ。めちゃくちゃって言うけど、もうそもそもナルセのチャンネル登録者数2万人くらいいたからな。そりゃ女の何人かいるよな。200人いて女1人もいないわけじゃないよな。普通にナルセさん級でなんかツイッターで絡んでる人いるけど、うん、そういうね人がいるんですけど、いや、そんなあんまそういうの言うのやめようかなって。みんなそういうのすぐ疑うと思うけど、まあいいかなって思って。そういうこと話すのはキモいから、嫌われたくないから。でもなんか動画最近生放送やってないな、最近。いや、この時間帯に生放送やってもいいんですけど、誰も来ないし、当然俺はニートだから。日曜はお母さんいるし、お父さんもいるし。そうだ、マックが昼だって、昼から始まるよ、みんな。昼バイマックだって。ラッキー！あ、切れちゃったかな。見える？みんな。見えないか。俺の汚い肌しか見えねえ。お、1時間超えました。そんなテンション上がんなくてもね。最近1時間よく超えんな。今日暇だからね。お母さん帰ってくるまで雑談しよっかな。雑談しよっかな。じゃじゃじゃー。わーわーわー。マグナーデ、マグナーデ、メヌニューニュー。おい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 、あれこえのだってドドデッタトゥタタラルだってドゥ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 ドレダダダオロロ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 、トンテン寒い午後、トンテントララ天気だ、トンテンおたつがちょっと、あらら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 、どんてん。すべてのこの解禁はまだ夜マックをしたことない、すべての人のバイバーガーの解禁でもある。あなたの解禁、昼から解禁夜マックだって、これは本当に嬉しい。ありがとよ、本当に。え、何これ。ホットアップルアイにマスタードが入ってる。ゴミかよ。あ、違う、入ってないのか。キャラメルか、どうせ。
蜂蜜キャラメルマスタードってこと？多分何かチーズカスタード。あ、これ全部入ってるってことか。キャラメル、カスタード、蜂蜜が入ってるってこと？まあ俺ホットアップルパイ好きなんですけど、お母さんホットアップルパイ好きじゃないらしいんですよね。なんかピザーラのホットアップルパイは好きらしいんですけど、なんか否定してくんのマジでやめほしいですけどね。俺がそうみたいなキモくねって思っちゃう。そういうとこはバーバーなんだよ。いや怒られるな普通に。まあ俺も否定しちゃう、否定してるから俺はまあいいよねって言って、うん、そんなに昔はめっちゃ否定してたけど、昔の分まで今否定するかよって思っちゃって、それが戦争かって思っちゃうよね。まあ俺がそこでもう終止符ペリオド打っていこうと思いますけど。うわめっちゃツバ飛んだ。汚いとは全く思わないですけどね。ツバは汚くないですよ多分。いやめっちゃ汚いから雑菌水だもんな。イエーイ。いやマクドナルドいいよね。でもアップルパイいつもお腹いっぱいになって食うからあんま美味しくないんだよな。いやーもう嫌だな最近めっちゃなんか外食ばっかりって。俺死ぬよ本当に。死ぬよあんた。誰嫌だな。人としての尊厳がしっかりと失われそう。そんなにはなりたくない。いや、そんなに面白くないよな。ちょっと面白いけどさ。しっかりと人としての尊厳、人権が剥奪されてしまう。尊厳もなくなるし、人権もなくなるし。人もどきになってしまうね。いやー、そんなドヤ顔で言われても、人もどきになってしまうねって。な、今俺歯ガタガタ、うわ。歯きたな。歯磨きしないもんな。めっちゃ歯磨きするんですよ俺。30分くらい歯磨きするんですよ。でもその代わりになんか10日に1回みたいな。最悪じゃねえかよ。じゃあ3分でいいから毎日やれよって話で。それができないから口が臭いんですけども。おおきに毎日30分やればいいんだけどさ。いやもうぼーっとしちゃってさ。あ歯磨きの話だから歯磨きしようかな。いやもう相当暇になったら歯磨きと風呂入ろう。あーでも股間かいから今日風呂入ろうかな、マジで。で、風呂入ってからまた雑談しようかな。しないけど、どうせお母さん帰ってきて雑談できないよ。あ、できるか、今日は。あ、できないな。どうせすぐお父さん帰ってくるからな。お父さん帰ってきたら俺寝てるんでね。うん。いや、もう漫画おもろいってことだけ、みんなに伝えておこうかなと思ってます。は？は？ちょっと待ってください。情報処理が追いつきません。助けてください。そんなことされてめっちゃ困るんですけど、本当に嫌だな。そんなことされたら嫌じゃない？みんなそんな人間が周りにいるんです。ネットを介してでございますけど、メガネ越しに映っちゃうのやばいな。全然 LINE 見てたから、 LINE 見てたのか、個人情報がペン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 チョ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 ってなったら困んない。あのチャー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 っていうのはもうやばくなっちゃったよって、ルイスちゃったよってちょっとよっていうことですけど、うーんちブリ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 、うーんちブリブリ汚ねえよ、トイレでしろよ。お金欲しいな。お YouTube やってるの最初はなんかね、みんなを見返したいのと、チヤホヤされたいのと、褒められたいのと、お金欲しいなと思ってやったんですけど、普通にもう YouTube めちゃくちゃ好きになっちゃって、やること。喋ることが好きになったね。喋ることがめちゃくちゃ好きになっちゃって、顔出ししちゃってさ。顔出ししたら人気出んじゃないの？まあ、顔出ししないよりは出るだろうけどさ。でももう、一応ね、顔出しで変な人気出ても困るから、顔出さないでさ、もし変な人気出たら困るじゃん。こんな顔です。って。なっちゃってますからね。もうでもだからその顔だから人気になれないよね。顔出してから本番みたいなところあるしね。顔出してから行くぜみたいな感じで人気がブーストする技が使えなくなったよな。
最初全国の皆さんご機嫌うるわしゅう、なんだっけ、プロト教総裁、プロト教総裁、なんだろうな、何教だ、プロト教総裁、プロト教だみたいな感じで、ずんずんパンケーキだラジオキッチャースみたいなことやってて、ちょっと寒いです、コンセプトをやってたんですけど、それもやめちゃって、でも今普通にただの雑談ですからね。なんか隠居した有名人みたいなのが YouTube やってるよみたいな感じですよね。なんかもうしっかりとやってほしいのにさ、な、俺が好きな人いないからな、俺を好きな人がいないんだよな、悲しいなそれは。めっちゃ悲しくないか。変な声出た、変な声出た。こんなことで笑顔になれる。いや、変な声出たって、いや、心の中でいつも思ってるんですけどね、動画だとそれが声になっちゃうんで、変な声出た、ってなんか心の中ではね、変な声出た、お、変な声出たみたいなリアクションなんです。今はちょっと誇張してやりましたけど。俺幸せだ。すごいじゃん俺、変な声出たらこんな幸せになれる人、そりゃ幸せだわ俺よ。みんなそれ人生辛いよ、ちょっと変な声出たりさ。じゃあ笑わないじゃん、俺めちゃくちゃ嫌い、やっぱ辛いことがありすぎてめっちゃ下段になったんですよ。でもやっぱり笑うことってめちゃくちゃいいんだってね。もうなんだろうな、幸せだから笑うんじゃない、笑うから幸せなんだって。でもこうやって俺嫌なことあるのね、めっちゃなんか般若みたいな顔になるんですよ、口角がこうやって釣り上げて、般若じゃないかこれ、もうめちゃくちゃねギャッて上げるんですよ、ストレスが溜まると。てかな、もうめっちゃ怖いっす俺、こう本当にこうなるんですよ。それくらい嫌なことあったんで、嫌なことありすぎてもう笑顔で無理やり笑顔にするしかないってことがありすぎてめっちゃ笑っちゃいます。どうも、男版ワンピースのおことです。はい、おことちゃんです僕は。って思ったけど、あれは恵比寿町の住人なんだろうね。めっちゃネタバレ、超絶怒涛のネタバレを繰り出してゆく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 、いいなと思いますけど、そんな面白いなとは思いませんけどね。まあ勢いあっていいね、俺元気だ、最高としか思わないですめちゃくちゃ思ってんな。あー、お腹すいた、何食おうかな俺。あー、もうパスタ食っちゃったな、なんかないかな。いや外食最高なんだよな、もう生活のレベルがぶち上がってんだよな今マジで。大富豪だもん、もう俺外食4日くらいしてるもん連続で。 お母さんがね買ってきちゃうんですよ。いやもうお母さんそろそろやめようって、いや俺が言ってるんですよ、俺が悪いんですけど、マジでやばいってなっちゃったけど買ってきてくれ。それをねもう拒絶できないでしょ、そんな嬉しいじゃん買ってきたら。ちょっとね本当に気をつけなきゃな、ちょっとお母さんに貸してたお金返してもらってたんで、お母さんが俺にお金貸してて、借りててで返してもらったんで今お金ないんですよ、ね、すごいね、めちゃくちゃめちゃくちゃ貸してたんで、で利子めちゃくちゃつけてね。なんかお父さんの車の中で前喋った時はね、優しいなって言って、まあ、優しいなって言ったけど、めちゃくちゃねとんでもない利子つけてますから、全然優しくないんですけど、俺はめちゃくちゃなんですけど、牛島くんもびっくりな利子つけてる、ね、うち10日で5割だから。いやでも全然牛島くんの方が好きだな、好きじゃないよ、見てねえし。牛島くんやばいらしいからな、やめとこう本当に。でもなんかすごいんでしょ牛島くんって、なんかすごいよな、なんかもう少年ジャンプくらいじゃない真面目にやってる人。嘘です、なんかすごい大御所の人ってさそうなっちゃうね。牛島くんもすごいんでしょ、駒のさ使い方がどうでもいいことで2ページ使うみたいなさ。まあ板垣さんも面白いからな、バキも。でもなんか連載スピードがよくはないね、2回やって1回休みなのかな。ワンピースは4回やって1回休みみたいな感じですからね。もうね、てか小田さん普通に国宝だからな、いや世界の宝だよな小田さんって。ナルトの作者も宝だし、ボルトは何なんだろうな、普通になんか続編やっちゃって。ボルトは何だろうな、あバキ面白いよね普通にやられちゃったねビスケットオリバー。
かませ犬になっちゃった。モハメド・アライ・ジュニアとかいいんですけどね、全然もう出てこないからな、かわいそう。でも普通に強いわけじゃないのか、あいつの強さはみんな知らなかったけど、そんな強いわけじゃないのかな、モハメド・アライ・ジュニアっていうのは。なんかすごいボコボコにされちゃったな、ね、モハメド・アライ・ジュニア。あれモハメド？マホメド？なんか分かりづらいんだよな、あれ。なんか違うんだよね、マホメドみたいな、なんか分かりづらかった気がする。多分違うな、モハメドじゃない、マハメド、マハメド・アライ・ジュニアみたいな。オーナーカウダウシュイタウヨオーナーカウガスイタウヨオナカガスイタヨ。オナカガスイタオナカオナ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 キャンピンルイアーパパポンデューパパポンデュー。あ、お腹すいた。お腹すきすぎて今やばかったね俺。お腹すいたけど食うもんねえな。パスタ食って、パスタ食ったぞ俺ね。モンスター飲んで、まあ、モンスター一日一本ですからね。頭かゆ、風呂入んなきゃな、くせえし、くさくさだ、臭いな。ずっとベッド、俺ベッド多分なんかもう一日ずっとベッドですよ多分。24時間ベッド生活、全然退屈を感じないんだよね。ぼーっとしてずっとエロい妄想してるんだよね。エロ妄想してるんで、俺多分入院生活してもな、でもダメだ、入院生活してもな、これめっちゃね、あの頭おかしいくらい布団あるんですよこれはね。俺布団好きで、なんだろうね、布団をその抱き枕にしてやってて、その俺布団すごい異常なんですよ、やっぱ俺って、やっぱ俺異常者なんだなって。これねふざけてないんだよね、本当にだからこう、本当にだから困るよね。まあ僕やっぱりやばいやつなんだなって言い切ってるやつじゃなくて、本当にやばい人だからな、うん。俺は全然やばいやつだとは思ってなかった、俺普通なんだろうなって、なんだかんだ言ってて思ったら全然おかしかった、俺十分おかしかった。ただおかしすぎる時期があっただけ。でもそれを生きていくのやめよう。俺おかしいやつなんで、はい、やってきますよ、おかしいやつですけど何か、はい、おかしいやつですよ、お金くださいみたいなこと言うのやめよう。あ、お金欲しいね、やっぱいいよねお金って。お金いいな、鼻くそおじろ、お金欲しいから。違う、いや、お金っていいよな。高いイヤホンか買う前に漫画買う、漫画をねいっぱい買いたいからね。 Kindle、 iPad Pro で、なんだろうな、そのなんだろう、専用のねやつ買うわけよ。あらやっと、あらやっと、せい iPad Pro でね、漫画見る用のね、漫画見る用のなんか欲しいな。キモいな、そんなにやっちゃってダメでしょ。ラーリリンリンド、リャーリリンリンド、リャーリリンド、リャーリリンド、リャーリリンリンド、ドゥピ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 ドゥ。おいおい、あれ、おい、おら、ドゥリリリリリドゥドゥルルルドゥドゥドゥルルル。俺が歌うとなんかキモいんだよな。おら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 、パニッシュパニッシュパニッシュパニ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 ッシュパパ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 ニッシュパニパニパニッシュパニパニパニッシュパニッシュパニッシュ、みんながパニパンパンバ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 
ババ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 バビベすみません、筋肉マンになった。チュンチュチュンチュ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 ンチュンチュ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 ンチュンチュ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 ン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 マッソチュン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 マッソトゥ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 みたいな感じだった気がする。俺が今一番欲しい漫画なんだろうな。連載中の漫画いいよね、ジャンプで。ちょん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 。これはあれだ、違法早バレの YouTube に上がってるさのに出てくる音楽だ。ちょん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 。まあそういう音楽だからね、そういうイメージにされた人ガチ悲しそうだな。てん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 、他になんかね、てんてとてんてとんとんわわてんてててんみたいなのもあるよね。チュー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 チもうダメだよ、俺ほんとそういうのダメだよ。ダメなんだけど、なんかダメだよ。お腹すいた。ペコペコ腹ペコ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 腹ペコペコペコ腹ペコ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 ココ、お腹すいたよ、お腹すいたよ、お腹すいたよ、お腹すいた、お腹すいたよ、お腹すいた、あ、いた、いた、腰痛からやめよう。バイバイ。バイチャ。違う。なん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 。バイ、バイチャ。いや、普通間違えてんじゃねえかよ。なん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 とか言っといてや。ということで、ありがとうございましたね。本当にね、ありがとう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 。チャンネル登録とか高評価、まあ、するよりも、コメントじゃ、コメントするんだったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントしないんだったらチャンネル登録、高評価お願いします。チャンネル登録、高評価するんだったらコメントお願いします。コメントするんだったらチャンネル登録、高評価お願いしますということでね、次も、絶対に見てくれよな。ダメ、こんなんじゃ折れるわけないだろ。全部見てください。すべてを見てください。あーしゃしゃ。いや、マジお腹すくな。いや、こんなすごいさ、割り方できるかなと思うんだけど、普通にまだなんか一時停止ボタンにさ、スペースキーを押したりなんか、いつもの、カーソルっていうか、その、標準っていうか、なんか、当たり判定じゃないけど、ボタン判定とか、プッシュ判定とか、なんて言うんだろうな。そういうのが、一時停止に向かっちゃって、なんかもう、ふんってなっちゃった。あざした。